ポポです。先日購入した200セット限定の大和神殿のシールが届きました。大和神殿、随分久しぶりに聞くシリーズだな。2022年に古墳から超国宝級のものが発掘されたから、その記念シールと思われます。早速出します。2セット入ってる。こっちはアンカットシールです。つながってる。台紙の裏にはいろいろ書いてます。後で見ましょう。そしてバラのシール、今回はこの2種類。長砂彦、キラが青い。縦型銅鏡と蛇行回転金ぷか山白押し。裏を見てみる。さっきのこっちには蛇行剣蛇竜鏡って書いてる。2番目なんやな。そしてもう一枚、押し熊を。熊書いてるけど見た目竜やな。こっちはイエローカックリ、そして緑の白。中愛天皇の巫女。さっきのは神だったよな。ほんまや。古事記詳しかったらもうちょい楽しめるんかな。台紙もすごい。ホロじゃないか。裏を見てみると奈良の古墳で発掘された銅鏡と体験、そして古墳自体もまだ調査中のようだ。古墳は昔すぎてまだまだ謎がありそうだな。というわけで久しぶりの大和神殿シールでした。限定のアンカットシール入り以外ならまだ入手できるぞ。ではでは。